はい、どうも皆さん、こんにちは。本日もあつ森やっていければなと思っております。そして今日のテーマなんですが、キリッツ・ハトノス。こちらについて、簡潔的に話していければなと思っております。では具体的に何について語っていくかというと、まず今作のキリッツ・ハトノス。店内には様々な小物が置かれております。そこで気づいたことを共有していければなと思ってますね。まずこちらの場面なんですが、マスターが、コップを磨いてますね。そしてマスターの後ろには牛乳が保管されております。そしてマスターの横にはバリスタ。こういった配置になってるわけですが、マスターの周りをパッと見た感じだと、前作のキリッツ・ハトノスとやれることってそんなに変わってないのかなと思いました。あとはそれに加えてこちら見ていただきたいんですが、違った視点からですね、棚にはハニマが飾ってあるコーナーと豆が飾ってあるコーナー、そして計量器がございます。豆の種類がめちゃくちゃ多いですね。ですので今作でも豆の種類の選択であったりとか、あとは砂糖の量の調整であったりとか、そしてミルクもあるっていう背景からミルクを入れるかどうかとか、そういったことができるんじゃないかなと思いました。ちなみに豆の種類に関してはブレンド、モカ、キリマンジャロ、ブルーマウンテン、この4種類がございました。おそらく今作でもこの4種類が有力だと思いますね。逆にこれだけ選択肢があるっていうことは、おそらく今作もアルバイトが存在する可能性が極めて高いんじゃないかなと思いました。まあ、詳しい話については別の動画で語ってるんで、もしよろしければこれを機会にチャンネル登録してこれからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。あとは皆さんすでにご存知かと思うんですが、テイクアウトができるのかどうかっていうところ、あつ森単独ダイレクトで静江さんがやってくる描写がございました。この時に、たまにたぬきちさんと交代でコーヒーを買いに来てるんです。このような発言がございました。ですので、テイクアウトも受け付けてるっていうことがこのことからわかると思いますね。なおかつ、マスターが今コーヒーを入れてると思うんですが、拡大したら見やすいですね。これ明らかにテイクアウト用なんですよ。店内で飲むんであれば、コーヒーカップに注いでくれるんで、ただ今回はカップに注いでるから、これは完全にテイクアウト用ですね。このことから今作でもテイクアウトできることが確定いたしました。まあテイクアウトできるからなんだっていう話なんですが、ただここで気になってくるのが、タピオカって結局どうなったんだろうっていうところ、あつ森単独ダイレクトの前後で、今作のキリッツ・ハトノスではタピオカが頼めるんじゃないかっていう話がかなり出回ってましたが、ただ店内を見た感じだとタピオカらしきものは全くないし、純粋にコーヒーを楽しむだけのところ、そんな雰囲気が漂ってますね。逆にさ、ここでタピオカ出てきたら、雰囲気に全然合わないから、それはないんじゃないかなと思いました。あとはさっき店内を別の視点からも見たんですが、タピオカらしきものは存在しなかったから、おそらくないんじゃないかなと思ってます。あとはタピオカといえばやっぱりね、ミルクティーなんですよ。なおかつバリエーションがかなりあったと思うんで、もし仮にタピオカを、このキリッツ・ハトノスで飲めるんであれば、何かしら置かれてると思うから、ただパッと見た感じだと何も置かれてないんで、おそらくタピオカは、このハトノスでは飲むことできないんじゃないかなと思いました。ただ一方で、パネルの島では、スネ吉がやってきます。もっと詳しく言うと、スネ吉が駐在します。その際に、店みたいなものを出すみたいなんで、その時に、タピオカを、スネ吉から購入することができるんじゃないかなと思いました。なので、ハトノスは関係ないんじゃないかな。まあ、飲み物関連ということで、タピオカが、ハトノスでも飲めるんじゃないかっていうことが言われてましたが、多分ね、それに関してはないのかなっていう、そういった印象ですね。ただ、店内を改めて見てみると、本当に作り方が細かい。作り方が細かすぎないか。ただ、雰囲気的にはさっきも言った通り、前作とそんなに変わらないのかなと思いました。あとは、やれることですね。なんか、プラスアルファで、あつ森では何かできるようになってるんじゃないかなと思ったんだけど、パッと見た感じだと、特にやれることっていうのは増えてないみたいですね。まあ、コーヒーを飲んで、テイクアウトして、それで終わりみたいな。ただ、あつ森ダイレクトでもあった通り、固定のキャラが定期的にやってきたりとか、さらにアミーボで今作は呼び出すこともできるから、限定の会を聞いたりとか、様々なことができるんじゃないかなと思いました。あとは細かい作りも、前作同様なんで、おそらくアルバイトもできるんじゃないかなっていう、そういった印象を受けましたね。まあアルバイトに関してはなくす必要性っていうのはおそらくないと思うから、
まあ、今作でも続行ではないかなっていう、そういった印象ですね。いやー、けど本当に、すごいな。ヒスタハトノス、作り方が細かいわ。すごいこだわってますね。棚の雰囲気とか色とか、あとは店内の明るさとか、そういったところがとてもいいですね。あとこちらでは見ることができないんですが、観葉植物も置かれてるんですよ。観葉植物ってさ、置いてあるだけでめっちゃおしゃれですよね。観葉植物の雰囲気めっちゃ好きだわ。あとはここで少し気になってるのは、リセットさんとかはやってくるのかどうかっていうところ。まあ、今作ですね、リセットさん、姿は見えないんですが、一応緊急脱出サービスっていうことで、そちらの方では声を聞くことができます。なので、いることは確かではあるんですよね。ただ一方で姿が見えないから、もしかするとお客さんとして、ハトノスにリセットさん、やってくるんじゃないか、って思ってます。いやー、来てくれたら嬉しいなー。けどさすがに来ないかどうなんだろう。ただラケットさんと一緒に、コーヒー飲んでそうな雰囲気はあるけどな。そうか、あれかな。アミーボでしか呼び出すことができないみたいな、そんな感じでしょうか。おそらくそこに関しては、11月5日の大型アップデート、そちらを迎えないとわからないから、今のステータスとしては待ちだと思うんですけど、とりあえず楽しみにしておきましょう。ただ今作あつ森で姿が見えない住民たち、ただ今作あつ森で姿が見えない固定キャラたち、そういった固定キャラと会うことができそうな感じがするから、まあそこも含めてキスはハトノスが実装されたら、アミーボカード使って試していきましょうか。お金よこせやん。外は雨。好きなだけ休んでいってね、金くれ。あ、ありがとう。好きなだけ休んでいってねか。そういえば今日雨なんすよ。雨って結構珍しいよね。あつ森の世界で。あんまり降らないからな。かまいいでしょ？あたしの続き。いや、かわいいかどうかわからないけど。まあまあまあ、立派な続きですね。ただその続きっていうのは、俺があげたやつなんだけど、生き物を飼うことって、責任が伴うし、実のところ、あたしにできるのかしらって不安だったんだけど、その子には、もうあたししかいないと思ったら、目覚めちゃったのよね。母性本能が、そうなんだ。魚に母性本能って結構珍しいよな。ただ、鈴木くん、めちゃくちゃ暇そうだけど大丈夫？こんな狭い水槽に入れられて、めちゃくちゃ窮屈そうだけど大丈夫か？いや、大丈夫ではないでしょこれ。俺だったらさ、ストレスで剥げそうだわ。こんなんさ、実質牢屋みたいな感じじゃん。ただこう見てみると、なんかかわいそうな感じがするよな。牢獄みたいな。死ぬまで出れませんみたいな。そんな感じよ。魚に感情があったら、絶対発狂してますね。今度はどうしたの？お話ししてくれい。今、挨拶の大切さについて考えていたところだったの。おはよう。こんにちは。こんばんは。用がなくても相手に声をかけられるから、仲良くなりたい時にも有効ね。こんな魔法の言葉、挨拶以外にないんじゃないかしら。っていうね、フランサー先生の深い話でした。はい、ということで今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。じゃあね。